大同生命。女性経営者の先駆け、大同生命創業者広岡麻子。当時新しいビジネスだった炭鉱の経営に挑戦。なんと自ら鉱山に乗り込み、幾多の苦難を乗り越えて事業を成功させました。諦めたらおしまいや。その情熱は中小企業市場で常に挑戦を続ける大同生命に今も息づいています。